皆様こんにちは、坂上ひろみです。今日は第167回芥川賞の結果編ということで、改めてね、内容の解釈だったり、あとは書評家の方たちの解釈も踏まえつつ、私の、受賞作とあと候補作における感想をお伝えしていきたいと思います。結果編を取ろうと全然思っていなかったんですけれども、ニコ生で書評家の方たちが今回の候補作について書評しているっていう動画を生で配信していて、それを見たんですね。そしたらもう本当に面白くって、ここにもありますけれども、この豊崎由美さんの書評だったりすごい面白かったんですよ。なので、私もその書評を見て感じたことだったり、また改めて読み返してみたので、その感想なども踏まえつつお伝えしていきたいと思います。第167回芥川賞はこちら、高瀬淳子著、美味しいご飯が食べられますようにに決定しました。おめでとうございます。そして、今回はですね、私書評動画あげなかったんですけれども、直木賞はこちらですね、久保美澄著、夜に星を放つに決定しました。おめでとうございます。私はね、今回直木賞の候補作はこれと、あとスタッフロールを読んでいて、あとが読んでいなかったので、ちょっと書評動画上げられなかったんですけれども、次回こそは全部読めたらいいなというふうに思っております。まず1作品目こちらになります。小佐川智と著、家庭用安心交付。こちらはね、本当に解釈の多様性の面白さについて改めて気づかされました。概要については前回の動画を見ていただきたいなと思うんですけれども、簡単に説明すると、廃鉱山のテーマパークにいるツトムっていうマネキンがいるんですね。それをお父さんだよって言われて育った女性が主人公のお話になっています。でちょっとね、こう現実と妄想、何が正しいのかわからないっていう話なんですね。これね、正解がない小説っていう風に書評家の豊崎さんもおっしゃっていて、本当解釈が様々あるんですよ。で、私はこれ最初読んだ時、作家さんの小佐川智さんっていうのは大学で心理学を専攻していた方なので、私も心理学専攻していたので、割とこう精神疾患について学ぶっていうのを知っているので、まさにちょっとこう精神疾患を持った女性の妄想と現実が本人もわからない、語り手自身もどっちなのかわからないっていう物語なのかなっていうふうに解釈していました。でもね、その書評家の方の解釈的には、幻想と現実の違いがわからないのはもちろんそうなんだけれども、このツトムっていうのは実は存在したんじゃないのかっていう解釈をしてたんですね。私そこまでは考えていなかったので、その点はやっぱり面白いなっていうふうに思いました。そのニコ生の書き込みで、実は旦那さんもいないんじゃないのかっていう解釈があったんですね。それも私は見ていて、うわ、なるほどなって思いました。そんな考えはしていなかったので、なんかこう境界線が曖昧なままではあったんだけれども、そこまで深く見ていたわけではなかったので、私今回そういう新しい、ね、視点をもらってすごい面白かったです。まさにね、誰かと話したくなる。豊崎さんもこの作品で読書会をしたらすごい面白いんじゃないのかっていうふうにおっしゃっていました。今回のね、私の反省点で言えば、父の存在っていうものをもっと深く見ればよかったなっていう点と、あとどうやって主人公が母親と共に生活していたんだろうとか、そこまで細かくはやっぱり見ていなかったんですね。なのでそこら辺もうちょっと深く読むべきだったなっていうふうに思いました。やっぱりね、プロの書評家の方たちはさすがですね。どういうふうに生活を送っているのかとか、語り手は誰なのかとか、時代はいつなのかとか、結構細かく見ているんですよね。選考委員の意見で言うとですね、一種幻想的で非常に面白い物語の作り方っていう風に言ってますね。ただし、一部の場面が他の部分とつながっていないという意見があったということで、この一部の場面が他の部分とつながっていないっていう、その一部の場面ってツトムが落ちてしまうっていう事故の場面なんですね。確かにそこはなんか急に語り手が変わって、ツトムに変わってすごいドキドキしてどうしようもないっていうね。でそれが
あれ現実の話だったの、あれあれっていうので、確かに鶴崎さんのおっしゃる通り、お父さんは実在したっていう、結論になるのかもしれないんですけれども、そのつながりがわからないまま終わってしまったので、そこ確かに分かったら面白かったのかもしれないなとも思います。2作品目こちらになります。鈴木すずみ著ギフテッドになります。ギフテッドはもうまさに私本当に反省した点がありまして、タイトルについてもうちょっと考察するべきだったなというふうに結構反省をしました。私、最初の書評ではやっぱ夜の世界を細かく描いているっていうふうに言ったんですね。でそこまでで終わってしまっていたんですよ。気に入った言葉があって、母親が言った分からないことを分かっちゃダメだ、分かることだけを分かりなさいっていう言葉があって、そこが私はすごく気に入ったっていうふうに言ったんですけれども、これね確かに他の方の書評を見ると、もうちょっと深く考察したらこれ変わってきたなっていうふうに思いました。まさにこの言葉自体もキーポイントとなっていることに後々気づいたんですね。このギフテッドの意味は豊崎さん書評家の方からしてみたら、母親につけられたタバコのあと、その傷こそがギフテッドだっていう風に言っていたんですね。あとは美人ならではの辛さ、呪いっていうものについてもおっしゃっていました。でその解釈を読んで私としてはあれやっぱり違うなって思ったのが、ギフテッドってやっぱ現代的な解釈で言うと天才児のことを言うんですね。天才児って何なのかっていうと IQ がめちゃくちゃに高い子供なんですよ。で大体分かり始めるのが5歳とか小学校に上がった時で、発達障害を持っているギフテッドの子もいれば、単純に発達障害はないけれどもただの天才児としているっていうギフテッドも両方あります。で海外では結構ね研究が進んでいて、飛び級があったりとかしますよね。日本はまだなかなか研究が進んでいなくて、東大が最近ですね研究を始めたのと、あと孫さんが財団として投資をしているっていうのがあります。あまりにも IQ 高いっていう子は孫さんのその財団からお金を寄付してもらって、それでアメリカに留学したりっていう例もあります。でそういった天才児のことなのかなって一番最初思ったんですね。作品を読んで書評する時にはその解釈をやっぱり、どこか抜け落ちていたので、もう一回もうちょっと考えればよかったなというふうに思います。そこはちょっとね反省しましたね。私最終的な解釈としてはギフテッド、まさにこの語り手主人公自身がギフテッドだったんじゃないのかなっていうふうに思いました。で私の気に入ったこのお母さんの言葉こそがまさにキーポイントで、分からないことを分かっちゃダメだって、お母さんはねギフテッドな娘に気づいていて、あんまりこう他の人が分からないようなことを分かっちゃダメだよって言ってるんですよ。でも天才自身は自分が天才なことにもあまり気づいていないし理解していないので、語り手で言うと分からないんですよね。そう、ただし分かることだけを分かっていなさいよっていう親視点の言葉だったり、もう一点としては冒頭に扉をね閉めるっていう時に何かこう解説をしてるんですよ主人公が。そして母親がねやっぱりそんなことは説明しなくていいっていう風に何かこう歌うように終わってるんですけれども、それこそがもうまさにこういろんなそんな細かいこと気にしなくていい、きっちりしなくていいっていう風に言ってるんですよ。発達障害を持っていたりするともうルーティーンが決まっていて何かがその通りじゃないと落ち着かないんですよね。そういった面を主人公は持っていたのかもしれないなっていう風に思いました。語り手がね本人なので、どこまでその発達障害のこととか理解しているのかっていうところまではちょっとわからないんですけれども、でましてやそのすっごい天才児だっていう描写もないし、ね、夜の世界で働いているわけでっていうふうに考えると、やけどの後ギフテッドっていうふうに豊崎さん以外のね書評家の方もそう言っておっしゃってたんですけれども、私はちょっと考え方違うな。ギフテッドって最近結構流行ってきた、よく耳にするようなね言葉ではあって、天才児のことを指してるなっていう風に感覚があるので、この鈴木さんも割と私世代は一緒なのでそっちの意味合いで使ったんじゃないのかなっていう風に思ってはいるんですけれども、そしてねあの鈴木さんツイッターに後々書いていることがあって、この主人公自身がとても優しいと、それを分かってくれて嬉しいっていうようなツイートしてるんですね。
で、あ、なるほどなって思ったんです。私これ5作品のうち、確かにここに出てくるギフテッドに出てくる人たちって優しいんですよ。例えば死んだ友達がひいきにしていたホストも、その飼っていたねペットのことを、いやもうちょっと気に入っちゃったからあげられないなって言ったりだとか、お母さんもね、なんか別にひどいことは口にしないですごく優しいし、本人もやっぱりずっとお母さんのことを大事に大事にしているわけですよね。だから出てくる人出てくる人すごく思いやりがある。でもべったりとしたねっとりとした分かりやすい思いやりではないんですよ。無駄なことは言わない、傷つけないっていう、割とね、なんかこう守備型の優しさがあるなっていう風に思いました。3作品目こちらになります。受賞作ですね。美味しいご飯が食べられますように、高瀬順子著になります。こちらはね、もう私は改めて解釈とか考えずに、これ読んだ時に、あ、もうこれ受賞してほしいっていう風に思ったので、その時の気持ちのままいたいなと思って、あまり読み返したりとかこれだけはしませんでした。このままの気持ちをね、ずっとこう持ち続けていたいなっていう風に思っています。これはね、書評家の方たちへの感想としては、登場人物への距離感の近さをすごい感じたんですよ。ここに出てくるね、足川さんだったりだとか二谷だったり、すごくね不気味だって言ったり、あとは仕事しろよって言ったり、そこで書評家の方たちすごい盛り上がってて、私も見てて結構ゲラゲラ笑ったんですね。それぐらいやっぱり物語の中に没入して入り込んで、この登場人物一体何なんだっていう風に入ってみる方がやっぱり面白いんだなっていう風に思いました。反省点としてやっぱりちょっと距離感を持ちすぎてたなって、まあ、全体的にそうなんですけれども、ちょっとこう目立ち点でいすぎたなっていう風に思っていて、もうちょっとこう物語の中に入って、主人公のキャラクター性だったり言う言葉だったり、もう目の前で見てるかのような感覚をもうちょっと持ってもよかったなっていう風に思いますね。選考委員の方は、まあ、どこかで見たようなお話ですが、物語ってそういうもの、型を少しずつ変装して書く技術が優れているという風に評しています。はい、もう本当に受賞してくれて嬉しいです。次こちらになります。年森明著 NA になります。 NA ってシンプルな名付けだったんですよね。プログラミングとかで出てくる IT 用語で、あの該当なしっていう意味なんですけれども、まあいろいろこう検索しても何も該当しないよっていうことで、カテゴライズされないということなんですね。なのでここに出てくる主人公、まさにカテゴライズされたくないよっていうふうに思っていて、どこにも当てはまらないよ自分っていうような主人公なんですね。ですごく現代的で、若者の言葉とか雰囲気とかもよく出ている作品なんですよね。でそこで終わるのかなって思ったら、やっぱり書評家の方たちはこのね、丸っこくて優しいっていう言葉に注目していって、一番ね最後、皮肉としてその言葉を言ったのか、それとも本当にこうカテゴライズされていくのか、つまり丸っこくて優しくなっていくのかっていう、まあ、どちらも取れるっていうね、そういったこう面白い解釈をしていたんですよ。あー、そっかって、これ今後どうなっていくんだろうっていう見方もできるのかとか、この皮肉ってるんだなこの言葉はっていうね、その一行に込められたことっていうのをすごく注目していく。あとは作品中に2回出てくる言葉っていうのをやっぱり注目しなければいけないって、これね現代文とかでよくやりましたよね。やっぱり2回同じ言葉使ってたらすごくキーポイントになるって、ああやったなと思ったんですけれども、まあこの書評もまさにそうで、ああここ注目したんだなっていうふうに面白かったです。次ですね、ちょっと今手元にないんですけれども、悪帝になります。ババアがムカつくっていう書評で皆さん一致していて、100人いたら100人ババアのこと嫌いだろうっていうふうに言ってたんですけれども、いや私ちょっと違う解釈したなと思って、私この作品だけはもう唯一解釈が絶対違くって、でなおかつ私はこの解釈で絶対変えないっていう、いうふうに思ってるんですけれども、まあ世代もあるのかなってちょっと思いました。上の世代からしてみると、やっぱりその悪態をつくババア、ムカつく介護の小説ってたくさんあるけれども、やっぱりそこの現実としてはムカつくっていう人がいっぱいいる。そしてそのムカつくババアに対して、いろんなことを言ってもいいっていうようなね、なんかどこかこう綺麗にまとまっているな、それだとっていうふうに私の世代からはやっぱり思ってしまって、こっちの世代からしてみると、期待をつかせてくれる、むしろ優しくないって思っちゃったんですよ。言い返すことができるじゃないですか。そうじゃなくって、言い返せない、悪気のない
強要しているお母さんの方が怖って思っちゃったんですよ。だってその状況を全て作り出しているのは母親なわけですよね。そこ注目しなければいけなくって、やっぱこれ世代なんだなって私すごく痛感したんですよ。やっぱこの優しさで介護しなきゃっていうのがすごくこう美徳としているっていうのがやっぱ上の世代はありますよね。それがやっぱり、うん、この私たちは抜け落ちてるっていうか、いい意味でも悪い意味でも抜け落ちていて、お金を娘に求めている母親っていうのもどうかと思うし、で面倒を一緒に見させている母親って、これなんか分からないようにしているけれども、母親一番怖くないかって思うんですよね。でそう考えると、ババアって言い返せるような悪態をついてくるから腹が立つけれども、発散もできると。ただしお母さんに関してはなんか分からないように雲隠れしているだけの、言い返すことができない、すごい実はストレスの源じゃんっていう風に私は解釈しました。なのでちょっと皆さんの意見聞きたいんですけれども、はい、ということでですね、全部で5作品改めて書評解釈し直してみました。本当にあの反省点とか今後へのなんかこう意欲とかに、ね、いろんな意味でも書評の動画見てよかったなっていう風にすっごい感じました。改めてね、反省点とするとタイトルをきちっと考察してみるっていうことだったり、冒頭と終わりはもっともっと注目していく、あとはやっぱり語り手ですね。語り手が誰に変わったのか、一人称なのか三人称なのかっていう、そういった基本的なことはやっぱり原点に返ってきちっとやるべきだなっていうふうに思いました。そして新しく気づいたことは、やっぱり登場人物への距離感の近さですね。もうちょっと入り込んで読んだ方が面白いのかもしれないなっていうふうに思いました。いろいろな書評していくにあたっては、やっぱり本をもっともっと読まなければいけないし、古典作品も読んで、そのいろんなね有名なものを例に挙げられるぐらいにならないといけないなっていう風に改めて思いました。まあ本当にね、あの素晴らしい、もうまさに感動したっていうぐらいの書評の面白さだったので、まあそうやって新しい世代がね、どん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 またこう盛り上げていくべきだと思っているので、新たなこういった面白いキャラクター性を持った書評家の方とかが出てくるといいなと思いつつ、私もこうやって発信している身としては、もっともっと文化知識人として、独立しきれるように勉強を続けていきたいなというふうに思いました。というわけで今回結果編ということでお送りしました。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。